ようこそお出かけタカムービーへ。さて、横須賀周遊はベルニー公園からスタートです。横須賀海軍カレーにはサラダと牛乳がついていました。次はコースカベイサードストアーズにある塩入りターミナルを目指します。シーフレンド8が戻ってきました。これに乗船しますよ。さあ、いよいよですね。日米の艦船を間近で見られる日本唯一のクルージングツアーです。見晴らしのいい2階のデッキに行きます。撮影は前方右側がおすすめです。2階の船内はこんな感じです。45分間のクルーズのスタートです。最初に潜水艦が見えてきました。日本の海上自衛隊の潜水艦とのことです。この船はあまり揺れないので船酔いの心配もないですね。これはまたすごい迫力です。この艦船はイージス艦とのこと。アメリカの国旗が確認できます。非常に多くの艦船の姿にただただ圧倒されまくりです。これはアメリカ海軍の空母です。塩入桟橋に戻ってきました。あっという間の45分間でした。次はドブ板通り商店街を目指します。
カジャンの発祥地として有名ですね。お腹が空いてきたことだし、お目当ての津波ボックスさんに入りましょう。名店津波の新店舗です。1階店内です。良い雰囲気ですね。2階に案内されました。おしゃれな内装ですね。どうですか、このアボカドの存在感。美味しかったです。ごちそうさまでした。次は三笠公園を目指します。三笠公園にやってきました。記念館三笠と東郷平八郎像がお出迎えです。向こうに見えるのは猿島です。次は猿島を目指します。シーフレンドゼロに乗船します。
2階のデッキに行きます。猿島までわずか10分の船旅です。かつては軍の要塞として使用されていた猿島ですが、豊かな自然と歴史的建造物が残された無人島です。ちなみに猿はおりません。猿島だけの動画もありますので、よかったらチェックしてみてください。無人島一周1時間の冒険です。猿島にはジブリの世界が広がっていました。最後に海風公園を目指します。ヤシの木に沿って海に向かって歩きます。また猿島がお出迎えです。横須賀周遊、非常に楽しい休日でした。ご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。では次回のムービーでお会いしましょう。アディオス。